皆さん、こんにちは。淡井圭介です。後ろの電灯が光ってるのは、もともと、僕の撮影を妨害する意図で AI が仕掛けてきています。自動でこういう風になりますが、普段こういう風になってなかったでしょう。そういうことです。本日、2023年7月の25日。天皇家の方たちや国会議員の方たちや、あとは一般人の方たち、地方議員の知事、市長含めて、議員の方全員にですけども、安倍政権の頃に私は言いました。現行法規と現代日本法規書いてる内容は全く同じであると。で、法律通りに当てはめて考えると、各政令指定都市は都政六法の内容に従わなければならない。こういうことになってきます。で、都政六法の方で東京都知事の給与は半額。他にもなったはずです。してる、いた方たちいらっしゃるはずです。各市長とかでね。ということは、東京都知事が半額なんだから全員半額。これしなかったら永久に仕事したふりの人たちが増えるでしょ。で、国会議員の人たちも高齢者の方降りてください。無理ですから。人数自体が根本的にあんなにたくさんいらないとしか思えないです、私としても。だってテレビ出てきたりするでしょ。ややこしいんです、本当に。大勢総務省の管轄で嘘ばらまいてるのに、これ以上嘘ばらまかれても困るんです、本当に。昨日も報道ステーションで、台湾の撮影、本当のところいつの撮影なのか、いろんな映像が混ざってるんですよ。昨日の報道ステーション自体にね。コロナウイルス騒動の頃の車を止めていたあの時の映像を混ぜ込んできてるんです。車が止まってた映像だから、かなりだいぶややこしい状況にはなってるんですけども、大体それ言い始めると、その映像も本当にコロナウイルス騒動の時の映像だったんですかになるんです。こちらの言ってることがおかしく聞こえている人が本当はおかしいんです。普通に裁判とか行って、そこまで大量の嘘ついてくる人間、何してるかわかんない。大体パソコンの中とかの情報も、もう多分めちゃくちゃになってる。日付が。いろんな情報を扱うことができなくなって、情報量が多すぎて。で、もう一家になっちゃうから。本当に。だからそれを踏ん張らなきゃなんない。だから字幕でずっと何年かっていうものを、自分で述べるか、つけておくか、そういう、しておかなきゃなんない。もう報道が嘘で物事を進めている以上、ずいぶん前からね、これは僕は生まれた頃から見たいです。どうやら、いや、生まれる前から見たいです。その銀行強盗の話もね、本当は警察の訓練だったって、そういうふうな形で何か緊張感を持たせるためだとかなんだとかで、いつまでたっても犯人が出てこないっていうことで、その時の中で銀行強盗のその訓練をした警察官とかも、これ集まってる人たちにバレてしまうわと。誰が犯人役をするとか、そういうふうな話もしてたじゃないですか。だから、事件が起きてから対応する。事件が起きる前に未然に防ぐっていう部分はありますけども、それ放送で銀行強盗が発生しましたって言っちゃダメじゃないですか。訓練なんだから。報道は昔が、ナチュラルに自然と間違えてくる。こういう部分が本当にあるんですよ。いや、通報が入った時点で、情報を全ての機関に回しなかったら、それを聞いた警察官とか報道局の人が動くでしょう、撮影に。で、そこまで本当に情報をしっかりと統一できるのかっていうところで、統一をできてないっていうふうに思わせたいのか、もう総務省が逃げに走ってるから無理なんです、こんな状態だったら、この世の中。だから、現代法規、現行、えー、現代法規、えー、ん?現行法規、現代日本法規をまとめた、現代日本法規。これで統一。で、
大倉山図書館、神戸市中央区の大倉山図書館だったら2部置いておく、地方の、出張所の、神戸市北区の、この近くの岡場駅の近くの図書館だったら、1部だけ置いておくと。本当はね、小さな文字にしたら、六法全書3で収まるんですよね。六法全書3という形での販売でもいいでしょうし、とにかく都政六法があるんだから、各政令指定都市で、もう各、市ですね、条例作らないことですね。ややこしくなるだけです、本当に。で、法律もたくさん削除して、表みたいな形にしておくべきですね。その方が分かりやすいですよ、本当に。どうせ窓口で、書類ね、公務員の人たちが作るんですから、この法律がこうなってるか、こう我々は解釈したからこうしてるんですなんですが、結局。じゃあ、その表を最初から六法全書に載せといてあげたらいいんですよ。そうしなかったら、法律面いろいろ見たときに、こんがらがりますから、本当に。ややこしい、いらない法律がいっぱいありますから、日給不合理だかね、請負とか。そのもん、会社法と、ね、商法と契約法があったらできるんですから。会社間同士の契約。あとは労働基準法に出向の一文字。もともと公務員法、地方公務員法で出向があるんですから。あとはお金を計算して、そこは事務員さんの力量を。これだけ人を活かせたんですから、何時間働かせて、そちら働かせたんですから、そちらがこれだけお金払ってくださいよって、こういうふうなシステムですよ。そこは会社間の付き合いがあるかどうかですよ。だから本当にシンプルな、世の中にしましょう。知識はおぼつかないのにね、集まってきすぎ。本当に特に春山整骨院、もともと知識のない連中が集まってきてるのに、元議員とか誰でも同じですよ。だって僕は河川水門解析玉発電とか地下水流トンネル発電とか、土砂のガキだし、だからその辺置いといたら、いらない建物があるんだから、で、そこを抜かせて、ね、例えばビーカムっていうパチンコ店、もう今最近では監禁所作ってますよ、アウト。一つの法律なんかで物事通らないってホームページに僕書きました、文章で。いいですか？ IR 法案のカジノ法案が通ったところで、ギャンブル防止法がある以上、無理。昔からそれで潰してきたパチンコ店があるから、無理なものは無理。作ったあなたたちの負け。退去させなさい。これ、以上です。国会議員の方たち、早急に動いてください。特に内閣の方たち。できるはずですから。これでまた総務省の総務大臣が怠けてたら許しませんよ、本当に。早急にしてくださいよ。以上です。皆さんご協力のほどよろしくお願いします。